トロンボーンのスライドポジション、ペダルトーン。B のペダルトーンは楽譜で頻繁に見られるが、公共音楽ではごく稀である。これより、下の音は出すのが次第に難しく、質が不安定になるため必要とされるのは稀であり、ほとんどのトロンボーン奏者にとって A、または G が最低音である。ペダルトーンは金管楽器の倍音列における特殊な低音である。 単数型としてのペダルトーンはその倍音列の気温の音高を持つ。名称はパイプオルガンの足鍵盤に由来する。ペダル鍵盤は16よび32サブベース音を演奏するために使われる。ベルを持つ金管楽器はこの周波数で自然に振動しない。閉じた円筒はその倍音列の奇数倍音のみで振動する。この一揃いの音高は金管楽器が 音楽的に有用であるためにはまばらすぎる。したがって、金管楽器のベルとボアとマウスピースはこれらの音高を調整するように作られる。ベルは倍音列のすべての音高を特に低い側の末端で大きく上げ、マウスピースはより高い倍音の高さを下げ、より高い倍音の高さがベルによって上昇する量を制限する。得られた圧縮された音程の集合は玉、ま。 数倍音列を含む新しい倍音列に似ている。この新しい倍音列は気温を除けば閉じた円錐管のものと似ている。元々の気温共鳴は新しい基本音程まで上げられず演奏には使用されない。しかし新しい気温はペダルトーンとして演奏することができる。新しい倍音列のより高い共鳴は唇が基本周波数で振動するのを助けるため、 この音程を鳴らすことができる。言い換えると、気温は楽器の共鳴周波数ではないが、唇を無理やりこの周波数で振動させると、ペダルトーンの音程で楽器が鳴っていると、工事場用によって知覚される。得られる音高は、その知覚のためには上音に依存するところが大きいが、熟練した奏者の手にかかれば、ペダルトーンは制御することができ、楽器に特徴的な音を出すことができる。 トロンボーンでは、ペダル B は商業的なスコアリングではよく見られるが、公共局ではあまり見られない。B より下の音は A1 や G1 がほとんどのトロンボーン奏者にとっての加減であり、これらはますます出すのが難しくなり、品質が不安定になっているため、稀にしか求められない。金管楽器は管の実調をスライドやバルブで変えて音の高さを変えているが、それは 工事バイオンから管を長くすることによって音程を低くしているという理屈でその元となる音はほとんどの場合バイオンである。ペダルトーンと第2バイオンの間は1オクターブ開いており全てのバルブを使っても弦5度しか下がらないトランペットやコルネット、フリューゲルホルン、あるいはアルトトロンボーン、テナートロンボーンなどでは半音階でたどり着くことができない。バルブを4個以上持つ。 金管楽器やテナーバストロンボーンなどは半音階でたどり着けるが実際の楽曲での使用頻度はごく少ない。ペダルトーンを出すのにはそれ相応の技術が必要である。特に管が細いトランペットでペダルトーンを出すのは非常に難しく学術書の中にはトランペットは気温が出ない楽器と説明するものすらある。これをきちんとした音程で吹けるものは かなりの実力者と言える。なお、モーツァルトの楽曲にはトランペットにペダルトーン領域の音が楽譜に見られることがあるが、モーツァルトの頃のトランペットはナチュラルトランペットで現在よりも管が2倍長い楽器であったため、当時はペダルトーンで演奏していたわけではない。現在ではこれらの低い音を出すのに、無理にペダルトーンで行うよりも低い調子の管や延長管を使用して演奏する方が、 現実的である。著名な教則本として、ジェームス・スタンプ、ルイ・マジオ等が書いたものが挙げられる。他にもカーマイン・カルーソーの中にも出てくる。ただし、ペダルトーンの練習には肯定、否定双方の意見がある。各種ペダルトーンの教則本では、ペダルトーン領域からハイノートまで上がるものが多く、広い柔軟性を獲得するのに役立つ。また、ペダルトーンを練習することで、 唇のリフレッシュや血行促進に役立つとも言われている。しかし、やりすぎることで唇の膨張や感覚の麻痺などの副作用があるとも言われるため、節度を守って行う必要がある。特にトランペットの場合は、通常のアンブジュアから大きく変化させてしまうと副作用が出やすくなりやすいと言われるため、注意が必要である。ありがとうございます。